さあ今日はですねちょっと特別会になっております。ビジネス YouTuber とはどういうものなのかってことをお伝えする会になるんですけれども、ビジネス YouTuber の学校 2days を今回開催していて、その講座のオープニングの部分をボイシーリスナーの皆さんにも共有したいと思っています。まあ今お仕事をやられている方、頑張っている方がねボイシーリスナーさん多いと思うので、でもビジネス YouTuber ってそもそもどういう存在で、で僕がなんでビジネス YouTuber の学校をやってるかっていうのもね聞いていただけたらなというふうに思っていますので、ここからは講座のところのオープニングのところを切り出して皆さんにシェアする会になります。それではいってらっしゃい。ビジネス YouTuber の学校、なぜ僕がやろうと思ったかっていうと、結構長い間の思いがあります。まあそもそも僕がなぜビジネス YouTuber になろうと思ったか、影響力が欲しかったからです。変えたいものがありました。で僕はもう YouTube 始めて2012年からだから12年やってます。ちなみにビジネス YouTuber という言語は当時ありませんでした。ちなみに今ビジネス YouTuber と呼ばれている人の中で僕より先にビジネス YouTube をやってたのは堀江貴文さん、ただ一人。まあ堀江さんの場合は Google から YouTube っていうサービスがあるんでやってくださいって頼まれてやるようなそのレベルの人なので、まあ多分よくわからなくてやってたんだと思います。面白そうだったら何でもやるっていう人なんで、目的を持ってビジネス YouTube を始めた日本で最初の人間は僕です。影響力が欲しかったからです。そして今はこう思ってます。何かを変えたければ武器として使えるものはこの世に2つだけある。1つ目が認知、知られているということです。私たちは知らない人の影響を受けようとは思わないです。でも知っている人、特に認知が大きい人の影響を受けたがります。だってホリエモンの影響を受けたいって何で最初に思うかっていうと内容じゃないですよね。ホリエモンがたくさんの人に知られている存在だから取りに行って、そして内容がフィットしたらそれを取り入れるし、まあフィットしない方は取り入れないかもしれませんけど、でも最初の入り口は認知を多く持っている人の影響を受けたいっていう心理があるからです。そして二つ目、お金です。お金の影響力ってやっぱり大きくて、お金がなければ業界は変えられなかったり、お金がなければ世界は変えられなかったりする領域があります。お金で全て変えられますかっていうと全てではないが、ほとんど変えられます。まあ、僕は政治に行かないって決めているのであんまり詳しくはないんですけど、僕の周りには政治家を目指している人や、もうすでに政治家やってる人がいるので、その方たちと、裏話をしていると、県知事になるのにはいくら必要かっていうちゃんと数字があります。都道府県によって額も違いますまあこれあんまり表で語られないことだし、語っちゃいけないことだと思うんです。とにかく日本人はお金の話をする人間は下品で悪いことをしているっていう固定観念があるから。でも実際は違います。お金を持っているっていうことは、その方がこれまでにどれだけ信用を貯めたかの僕はバロメーターだと思ってます。どうですか、人の信用がなかったり人に価値を提供しないでお金を手に入れることって可能ですか。まあ親とかね、先祖代々の資産があまりにもすごくて、それを削り取って死ぬ人はいるかもしれませんけど、その人自身が稼いだんだったらもうそれはその人の信用、その人が価値を提供した対価として得たものがお金だと思うので、僕は基本的には、僕ですよ。僕は基本的に認知をたくさん獲得してきた人や、お金をたくさん獲得してきた人へのリスペクトがすごいです。その人のことを批判することで何のメリットもないと思ってます。その人は何かしらの価値を提供してきたんですよ。だから認知が取れたし、何かしらの価値を提供したからお金を手に入れたんです。僕はそういう人を見ると、その人を研究して、自分にできるとこはどこだろうか、自分が真似られるとこはどこだろうか、その人と
コラボするにはどういう手口があるんだろうかということを考えてしまうタイプです。実際にコラボするかしないかその後の話ですね。それぐらい僕は影響力が欲しかった。で、当時僕はお金がありませんでした。だから認知を取ろうって、認知を取ればこの業界を変えるという影響力も持てるかもしれないし、認知を取ればお金というものを手に入れて、そのお金を使って変えられるかもしれない、そんなふうに思うようになってビジネス YouTuber の道を選びました。結果としてどうなったかっていうと、かなり変えられるようになってきたし、変えられないこともあるっていう、今現在ではね、未熟さも感じています。まあ例えばですけど、僕の YouTube のチャンネル登録者が1億人だったらもっと変えられるなって感じてるってことです。でも実際はたかが百数十万人しかいないので、そんなには変えられないんですけど、でも自分の影響力の範囲は認知で広げられたなと思うし、僕の場合にはそこからビジネスにつなげているので、かなり多くのお金を手に入れる仕組みになっています。一時手に入れるっていう話をしていません。僕は YouTube をやることによって、まあ毎年セミナー講座だけで6億から7億売ってるんです。10年やれば60億から70億なんですね。これ全て YouTube からなんです。のとさんもそうですよね。 YouTube をやってなかったら、 YouTube が急に今日アカウントバンされたら年商2億ぐらい落ちませんか？落ちますよね。これ10年このペースで続けたら20億なんですよ。それがビジネス YouTuber になった時に皆さんが手に入れる2つの武器です。きっとそれが欲しくて来たんですよね。そうですよね。手に入れてください。そしてこの2日間僕は皆さんにそのノウハウをどん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 余すことなく提供します。言ってみれば僕の12年分を2日間で提供するんです。一応言っときます。受け取りきれませんでもそれでも渡しておきます。なので今回レジュメにしっかりと内容を落とし込んであるので、全部は多分すぐにできない人がほとんどだと思います。例えばこれから YouTube やる人だったらほとんど受け取れません。多分初日、今日の前半から中盤ぐらいまでで限界が来ると思います。それでいいです。コツコツ積み上げてください。するとだんだん今日の後半とか明日の内容を使う日がやってきます。それぐらいビジネス YouTuber として成長するプロセスは長いです。1年や2年で成功するとか思わないでください。さっきも言いましたけど、僕12年やってますが、まだまだだと思う領域がいっぱいあります。まだ僕も学び続けて挑戦し続ける途中です。皆さんもそうなりますので、ただ言っときます。2日間でとりあえず全部渡しちゃいます。なので完璧主義の人は地獄を見ますそれは心構えとして持っておいてください。全部なんかできません。でも一旦受け取ってみてください。そしてレジュメも渡しておくし、あとはこのグループのページも残しておくので、きっと後になって、あ、この動画とかもそのページに残しておきます。もう一回見返したくなったタイミングが来たら見返してください。きっと今日と明日聞いたのと違う自分が聞くことになります。それが次のレベルに皆さんを連れて行ってくれるので、まあ、このビジネス YouTuber の学校 2days は、僕がやってる講座の中でも最もロジックが多いです。具体的なんです。そしてボリュームが多すぎて受講生が死ぬ講座です全部やろうとしたらですけどね、全部完璧にやる必要なんか全くありません。自分の業界だったらここまでだったりとか、自分の今のレベルだったらまずはここだけっていうふうに限定的にアクションを起こしてください。そして少しでも小さな成功体験を早めに手に入れてほしいんです。するときっと振り返りたくなります。小さな成功体験を手にしないときっと諦めたくなります。やめちゃうんです。みんなやめちゃうんですどうかやめないで続けられるように、僕も一生懸命皆さんに内容的にもそうだし、マインド的にもプレッシャーをかけながらこの2日間しっかりとお伝えしていこうと思ってますので。でもね、ビジネス YouTuber の学校の卒業生が僕の講座の受講生で一番爆発してます。
爆発的に大きくなった人が一番排出されているのはここです。なのできっと今回もこのビジネス YouTuber の学校 2days に参加された方の中で数名がとんでもなく大きな影響力を手に入れることになります。それを期待しながら全力で2日間講義をしたいと思います。改めてよろしくお願いします。せーの、いいね。ということで今日はね、特別会、ビジネス YouTuber とはどんな存在なのか、どんなものが手に入るのか、2つの武器についてのオープニングトークでございました。今日ね、これから2日目の授業をやってまいります。生徒さんも聞いてるかもしれませんけど、今日175% 分のボリュームを1日でやりますので、僕も全力で頑張ります。学ぶ皆さんもしっかりと受け止めるようによろしくお願いいたします。頑張ります。ということで今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいね。さあ、いかがだったでしょうか。ビジネス市場の学校 2days の初日のオープニングトークなんですけれども、今回はですね、大荒れに荒れた回になっています。荒れてって生徒さんはすごく真面目に一生懸命学んでくれてるんですけど、講師が荒れております。どんなことが起きてたかというと、ビジネス YouTuber の学校 2days のプログラムの、初日が終わった段階で、もともと予定していた1日目のランチまで終わっていません。つまりもともと3時間、予定していたプログラムを11時から18時かけてしまっているのでですね、まだ全体 の、 初日の 25% しか終わってないので、2日目にですね、初日の残り 75% と2日目の 100% の 175% を、今日ですけど2日目、やるというとんでもない、まあ、過去最大のボリューム量の講座になりましたので、ぜひ学びたいという方はですね、動画視聴券の方の販売をしますの で、 で特に YouTube の場合はノウハウの部分が多い講座なので、動画視聴券でも十分に知識として学べます。そしてオープニングトークで言ったように、内容全部はどうせ使いこなせないので、ぜひね、動画視聴券を買って今使えるところだけを使って、そして成長したらまた次の段階っていう風に使うことができますので、ぜひね、僕の12年分のビジネス YouTuber の学校、ビジネス YouTuber としてのね、ノウハウ、それからまあ、大切なマインドの部分も入っていますので、ぜひ、ビジネスのビジネスをもっと広げたいという方は動画視聴券の方検討してみてください。リンクの方にページを貼っておきます。